はい、どうもお時間になりました。皆さん、今日どうもありがとうございます。ありがとうございます。 さあ、今日も早速始めていきますよ。自分の脳の中で一体何が起きているのかということをもっとはるかに高いレベルで理解して人生を思い通りにしていくんです。そうです。誰がするんですか。そうです。私やあなたが思い通りにしていくんです。このセミナーだ、参加中の今回第2回目ですね。それじゃ始めていきたいと思います。この人生を思い通りにするそのにということでですね、おに虫さわしみがやっていきます。ありがとうございます。前回こんなような問題からやりましたね。母親と話したことがあり、ま えー、バカなんじゃないのってあるに決まってるでしょだってお母さんから生まれてきたんだよってねあの、まあ、場合によってはねもうほんと生まれてからすぐあの親がいなかったりねその違うところに移されたりだったりする人いるかもしれませんけど、ね、基本的にお母さんと話したことありますよ何言ってんですか何なんですかこの問題安心してください。この質問ねいまだかつてねあの正解をいきなり言えた人っていないですでもこの正解を聞いたら皆さんねこう納得するわけですそれくらい本質的な 問題なんですね。もういきなり答え言います。はい。あなたはお母さんと話したことは一回もありません。生まれて一度もないんです。えー,ーとそんなはずないでしょう。で、この話、深く前回。 ししました結論をいきなり言うと話したことありません。どういう結論だったかっていうとねあの、結局どこまで行ってもお母さんと話してるんじゃないんですよね。自分の頭の中にいるお母さんの像、すなわちイメージと自分の脳が話してる、自分の脳の中で作り上げた母親の、あお母さんがこういう風に言ったら、この日本語はこういう意味だからこう言ってるんだろうな、昨日もこう言ってたし、あの今までもこう言ってたから、これはこういう意味なんだろうなっていうものを自分の頭の中で作り上げて、それと自分の脳が話してるんですね。つまり自分の脳の中の一人舞台ですよ。 ね、だ,からだから、誤解とかがそういうものが生まれるんですね。つまり、今目の前にいる私とも一回も話したことないんです。ね、今あの、会話をしてないっていう、ね、私が、お,あお前が勝手にしゃべってるだけだろうって、そういう話じゃないんですよ。ね、本質的に私と話してるんじゃないです。私、澤、ね、さんは日が生やしてこんな風貌だから、おそらくこんな意味で喋ってるんじゃないのかなっていうのを自分の頭の中にその像、イメージを作り上げて、それと話をして、自分の脳の中で、あれ、これは正しいのかなとかってこうやってるわけです。つまり人間は 生きてから死ぬまでずっと一人ぼぽっちなんです。そうなんです。自分の脳と脳の中とその話してるだけなんですね。何かが聞こえてきたような感覚になって、それであの人がこう言ってるに違いない、それが最もつじつまが合うようだと、自分の脳の中で決めつけて、その自分と話しているわけです。で、この本質を前回話しましたが、これね、またもっと面白い問題ありましたよ。はい、その問題がこちら。この問題。 50階建てのビルから飛び降りますかその理由はね、飛び降りるか飛び降りないか、これね、あの自由なんですけど、だからど,どっちでもいいんですよ、どっちでもいいんですけど、その理由、この理由が答えられた人、これね、そんなの簡単でしょ、なんなんですか、この問題は、バカじゃないんですかってね、普通思いますよね、そうなんです。 ね、大体ね、まあ、死ぬからとかあの怖いからとかあの飛び降りて死体に迷惑がかかるとかぐちゃぐちゃになって拾う人が大変だとかね、まあ、の家族が悲しむとかそう,そういうのが理由でしょうってんそんな決まってるじゃないですかって言います安心してくださいそれは本当の理由ではありません例外のない本当の理由疑いようのない理由っていうのは存在するんですそえー、何ですかねそれ,ねそ,れその理由は今までこの質問をして当たったこと一発で当ててえ 当てた人いません。ね、普通はここでまあ、1時間くらい考えてもらうんですけど、時間ないんでこれ言いますよ。もういきなり答え言います。飛び降りますか？飛び降りません。その理由は？理由はあなたが決めたからです。え、あなたが決めたからあなたが決めたからそれが理由なんですね。えいや、死ぬからでしょう。死ぬから飛び降りないんですよ。違うんです。 じゃあ聞きますけれども、ね、年に何人かはこうビルから飛び降りて自殺されたりしている方いらっしゃいますよね、その人は死にたいからじゃないですよね。その人は死にたいから飛び降りたんだ、死にたくないから飛び降りないじゃないんですよ。その人も、私も、そのように決めたからその通りになってるんです。そして、なんでその通り決めたんですかと聞かれたら。 初めてそこでいや死んでしまうからとか家族が悲しむからとかそういうふうな理由になるわけですよね。つまり例外がない本質的な疑いようのない最大の理由は自分がその通り決めたからなんです。ねまあ、あの首にねこう首輪をつけられてガーっと引きずられてうわーって言いながらこの突き落とされたり、ね、こう引きずり下ろされたりした人はそれは飛び降りますかじゃなくてねあのもう自分の意思じゃないですからね。 つまり自分の意思に関すること、自分の管理下に置かれていること、自分で選択できるものっていうのはすべて例外なく、自分が決めたからそうなっているんです。えー、そうなのって、ね、自分が決めた、こんな生きるとか死ぬとか、本当に人生の大イベントですら、自分の思った通りになってるんですよ。そうなんです。 じゃあなんでそう,思ったんそ,うそう決めたんですかっていうのは何によって決まってるのかっていうと自分の参考材料自分がこれまで何を経験してきたのかそれはもう死んだ方がいいと思うような、えー、同じ経験をしてもねそういう死んだ方がいいと思う人と思わない人いるじゃないですかそれはなんでかっていうと今までの経験つまり自分の持ってる参考材料何がいい何が悪いっていうのが脳の中で作り込まれてるのがそれが変わってるわけですね人によって違うわけですなぜならば違う経験をしているからこの本当の理由に気づいたときに 自分が決めた通り、自分の管理下にあるものは、自分の管理下にないものがねそのうん、なかなかその自分で決めた通りになりませんよ。でも100、100%自分の管理下にあるものがあるんです。それは何ですかそれは自分の意識、自分が決める、自分の選択。これね、あの他の人から脳みそに電極ブスッと刺されてね、こう思え、こう思えって言って、ね、電気流されてるわけじゃないですよね。自分でそれを決めてるんです。ということで、この問題。 どうででたかかか面白かったですかつまり脳の中で一体何が起きているのかっていうと自分の使った言葉でいろいろ変わってるんですね。なんでかっていうとこう自分で使った言葉が脳の中に電流が流れてるってことですからねじゃあ考えるとは何なのか使った言葉とは一体何なのかそれは脳の中のそれに採用する細胞。 細胞のところに脳の中に電気が流れてるということなんです。そして、まあ、例えばですね、あのー、電車の中で足を踏まれたと、電車の中で足を踏まれたのはたった1回かもしれない、でもたった1回をまた思い出して、うわあの時踏まれた畜生、やっぱり文句言っとけばよかったとかね、上司からお叱られたことをこの1回叱られただけなのように、頭の中に何回も何回もぐるぐる回して100回も1000回もね同じところにそこに電気を流して、電気を流せば流すほど、そこに次も、ね、また似たようなパターンの時にに同じところに電気が流れやすくなりますので、自分でその回路をすき好んで作ってるってことなんですよ。 それが使う言葉、頭の中で想像するのもそうですね、こうなった、あなったって言葉で思考してますよね、考えてますよね、それをなどういう言葉を使うのか、これはあの、まあ、しょうがなかったことだったのかっていうのか、自分のせいで起こったのかっていうのか、どういう言葉を使うのかによって、その言葉に対応したところに電気が流れてるわけですから、その言葉、そこに電気が流れやすくなる回路を強化してるってことなんです。ここれ実際にに言言葉でででわなくててもも頭の中で思ってるだけでもそこに その概念にに対応すする脳内細胞に電気を流してますからねだからそこに気をつけるわけです、木って、まあ。ちなみにこの漢字、ね気、気持ちの気をちょっと、ね、難しく、中が米になっているやつで書いてますけれども、あの戦前の日本はね、あのー、こっちの漢字を使ってました、この木の米っていうのは日本人のエネルギーの源であり、その日照期のように周りにブワーッとこうエネルギーが吹き出していくイメージなんですね。だからこの米っってていう漢字を使ってたんですけど GHQ で、ね、こう日本は強いと、もっと日本をこう弱くするためにどうしたらいいんだって、GHQ は研究した結果、日本はこの気が溢れてくるエネルギーが溢れ出すっていうことに対して、この気を使ってるからなんだって言って、それでどうなったんですか、その目っていう、締めるっていう感じに直したんですね,ねめ。目っていうのは締めるってことですから、そうすると、その気が溢れ出してるのが締められて、こう気が出てこなくなって、日本人元気がなくなっちゃった。それで まあの精神論は良くないとかねそういうところにもつながっているんですけども実際そうやって GHQ の占領政策っていうのは今も続いてね日本人の,その,あの根性論とかを否定するのとかも含めて日本人が実際に弱くなったんです、まあ、こういうねうんちくもあのより混ぜながらやりましたけど私はそのこの木がね自分の中からあふれ出して良いものが周りに広がっていくこういうイメージでこの木というものを使いたいのでこっちの漢字をよく使っておりますちち、まあ、ちょっっとねうんちくん入っちゃいましたけども、まあ、要は 自分の使う言葉っていうのは誰が聞いてるんですかそうです自分が聞いてるんですその自分で聞いたのっていうのはその経験をたった一回しかしてなくても何百回も経験したことに相当するわけですねだから あの例えば、これができない理由は何ですかという質問を自分にすればできない理由が延々と出てきますし、これができるとすればどうすればいいんですかという質問を自分にすれば、そこの言葉をのところに流れた電,電気で自分の知っている範囲の,その過去の記憶からあのいろんな参考材料が出てきて、自分がそのできるとしたらこういうのがあります、こういうのがありますって上から順番に出てくるわけですね。だから使う言葉には気をつける、その使う言葉こそが自分の脳内構造、脳内のその配線を作り出しているんだということなんです。で だからもったいないですももったいないもったたいいいいななですよ。だって本当のあなたはもっと素晴らしくエネルギーがあってなりたいようになって自分の。 あのいいと思うものを周りに提供して周りの人を幸せにする力を持ってるんですからそれを、ね、いやどうせ僕はできないとかいや無理だとか私はその程度の人間であるとかそういう言葉を使ってそこにブレーキをかけていくわけですね。本当は出るものが出ないこれがもったいないっていないいうどういう意味だか分かりますかもったいないこれね仏教用語なんですけどもったいっていうのはあのー、これもったいの意味っていう説明できる人いますかね でもこれね、本当に考えていただくといいんですけども、でも時間ないんで、いきなり答え言います。もったいっていうのはね、あ今、もったいつけてね、なかなか答え言いませんでしたけどね、あとあの、もったいぶってね、なかなか言うんいね,ね、そうやって考えると、もったいっていう言葉がつくのっていっぱいあるじゃないですか。でも、案外、このもったいっていう言葉の意味わからないんですね。な言います。もったいの反対語は、物体です。物体の反対がもったい。 えー、で大きいの反対は小さいですし、高いの反対は低いですし、物体の反対はもったいなんです。えへ、ー、何、物体の反対って何って、ね、今思いましたね。物体っていうのはその原子とか分子とかがあって、ここに物ののがある。で、この物の自体はそこに物があるっていうだけで、そこに意味はないわけです。じゃあ、誰が意味を作ってるんですかそうです。あなたがそれに対して意味をつけてるんですね。例えば、ここにコップがありましたと。ここののコップはは、ね、形自体には あの何の意味もなくてこれを人間が使ってこれは人間がこういうものだと思ってるからこれにそういう意味がつくわけですねそうです。もったいとはすなわち物体の現実その物質世界とは反対の意味の中の世界このこれこのものが持っている本来の意味本質これのことをもったいって言います。 だからこのコップっていうのは水を入れたりコーヒーを入れたり、つまり抽象度を上げて液体,液体を入れるものだ、そして飲むものだっていうそういうもったいがあるにもかかると、これであのなんか鉛筆で書いたのを消しゴムみたいに消せないかなって、ゴリゴリゴリってこう消してても消えないわけです。何やってたらこれがもったいとは違うことをやってるのでもったいがないっていうことになるわけです。ねねだだかかららももったいないなんでですすそうですねだから水も あの本来あの飲んだり飲んで元気になったりその植物に与えて食物を育てたりするっていう人間がつけた意味があるわけですね。意味に対してそうじゃなくてもう何も育たないところにただただ捨ててたりねしたらその本来の本質そのなぜそれがあるのかっていう意味に対しての本質を捉えていないのでもったいないっていことになるわけです。だから物体に対してその意味が本質がそのものを持ってる本質その意味は誰がつけたんですかそうです人間は私がつけたんですあなたがつけたんです。そのもったい その意味上のもったいと物体が合わさって何かこの世の中に作用しているわけですね。だから、そのもったいないとかもったいをつけるっていうのは、本来ない意味をこう取ってつけて、実はこれはあの戦争代々伝わるとか、なんかいろいろ意味をつけて、つけ足していくと、何もったいつけてんだよってね、もったいを取ってつけてきたわけです。でそうすると、まどろこしがもったいつけてないんで、早くやれよということで、例えばあのもったいぶるっていうのもね、いや、だからこれは、のこの実は消しゴムにも使えていとかこで、もったいぶってんじゃねえよと、ね。もったいぶって、なかなかその本。 本質のところを言わないともったいをぶるとかねあの言うわけですから、まあ、早くしろよとでもともとねあの武士の世界とかで片形けないとかあの申し訳ないとかあのそういうそんな身分ではありませんっていうことに対してもったいないっていうことを使っていたんですけれども、まあ、これぶもったいっていうのは物体よあの仏教用語ですからその物質に対して、えー、もったいもったいがあってその要は あの仏教っていうのは意味論と物質論っていうのを、ね、こう比較的分けて考えていますのでこういう言葉ができたんだなっていう、まあ、ちょっとねうが長くなりましたけどそうなんですあなたはもったいないんですあなたの時給は本当は30万円なのに時給1,000円でいただいたら30万円お支払いして1,000円札を受け取って。 っていうそれもったいないですよね。なので自分の価値を本来のところまで高めてぜひやってください。でどうせやるんだったらそこで10交換ですから、えー、30万円渡して千冊をもらうんであれば29万9千円分の何かをそこから経験として得てください。なんでもったいないです。じゃあもったいなくならないためにねやってあでこの般若心経なんですけれども、ね、脳の中のこれ実は2500年前にこうお釈迦様もね気づいてたんですよ。あの お釈迦様がいっぱいあの仏教を広めてその後弟子たちがね経典いっぱい買って600巻とかこう何百巻もの,このお経が増えちゃってうどうするんだっつってその三蔵現状がねそれをあのインドから天竺から持ってきてその最後、えっと、262文字にその全てのエッセンスを凝縮したんですね。 その凝縮したのが般若心経の262文字で、もうすべての経典のいいところのもう本質のエッセンスが詰まっているのが半夜信仰。その般若心経の中にこういう言葉があるんですけれども、その「無限に、微絶心に」みたいなね、これゲ、「源に、微絶心に」って書いてあるんですけども、ね、無意識、証降、民俗法とかこういろいろあるんですけれども、これどういう意味かというと、これ四角、視覚。 で耳が聴覚鼻が、えー、味覚味ない嗅覚味覚で触覚であるってこれが五感ですよねでもその釈迦の時代から気づいてたわけです実は五個じゃないもう一個あるもう一個はなんだこの「い」って書いてる意味の「い」ですねこれは脳を表してるわけですつまり脳の中からのインプットっていうのがあるよねっていうつまりさっきの例で言えばもう一回足を踏まれただけなのに何回も何回も脳の中でねそれをこうリピートして入力するわけですよこういうい脳自身が目 ね、五感以外から脳自身からの入力が脳に入ってます。これが例えばそのお母さんと話しているそのお母さんのイメージだったり、私と話しているその私というものがあ,のあなたの脳の中に浮かび上がっている、このイメージと話しているということなんですね。何回も何回も頭の中で思い出して、それをそ入力として使っている。これはい。だからそのいっていうのが脳なので、脳が味わっているその味が意味なわけです。意味とは脳が味わっている意味ってことあの味わいってことなんですね。脳が味わっているのが意味。 だ全てのものにはそういうあのもったいという意味がついてるわけですね。はい、このそういうことで、ああ、やっぱり自分は自分、誰ともと話したことないんだな、自分の脳と話してるんだなっていう、そういうことになるわけです。はい、それでは、えー、お楽しみに。 3分間の、ね、シェアタイム行きたいと思います。名字でね、ブレイクアウトルーム作りますんで、相上順でこの若い方から、兄、えー、に近い人からですね、えーまあ、お名前と出身地くらい自己紹介していただいて、40秒ずつ、今回、今までの話のところで何を感じたのか、そしてそれを自分の人生にどう生かすのかという観点から、えー、シェアをしてみてください。これね、言えば言うほどね、自分の考えが整理されて、より理解が深まりますので、ぜひやってみてください。それじゃ、いってらっしゃい はい、おかえりなさい。いやいや、あのね、いいシェアをしていただけたかなっていうことで、あの、あのシェアした中で、こう、これいい意見ありましたみたいな人、一人だけ、一人だけちょっとね、発表していただきましょうかね。どなたがいいですかね。はい、じゃあ、どなたか、はいはい、我こそは、えー、手を挙げていただいてもいいですよ。はい、じゃあ、どうも、シ一郎先生。 よろしくお願いします。声を出してください。はい。どんなシェアがありましたか。はい。あのさあさん久しぶりです。お疲れ様、はい、です,ます、はい。以上です。ありがとうございます。素晴らしいシェア。あのねこの中でみんなに先立ってこう意見を言ったその周知郎さんに大きな拍手。ありがとうございます。はい。じゃあねえ東、っ、京、と、えじゃあ今の話を聞いてね結局ねだからどうしたってことなんです。 え意味がそうな、へえ、じゃあ自分が決めた通りになってるんだ、死ぬということですら、自分の決めた通りになってるんだ、はい、分かりました、で、だからどうしたんだと、脳の中で何が起こってるのか分かって、だからどうしたなとね、皆さん今、思ってる、<laughs> 思ってるでしょねえ、はい、そうなんです。ということで、だからなりたい自分になる方法っていうのはどういうことなんですか、ね、みんななりたい自分になりたい。 ね、私もコーチング今までしてきましたけども、一言で言います、全員の願いは一つです。なりたい自分になりたいってことです。でも、じゃあなんで、ね、これ有名な言葉があります。幸せになりたいって言ってますよね、皆さん、ね。幸せになりたいと言ってるということは、その人は何を叫んでるのかというと、今の私は幸せじゃないって叫んでるんです。そうですよね。幸せになりたいってことは、今幸せじゃないって叫んでるんですよ。これも えななあた幸せなんです、ね、それと同じように、なりたい自分になりたいって言ってるってことは、なりたい自分になってないってことですね。なんでなってないんですかあなたの人生、誰かが邪魔したんですかねとんでもない。まあ、政治家とかになるとね、もうやりたいことはできない、あいつらが邪魔するからだって、ね、あるかもしれませんよ。あなたの人生、誰が邪魔してんですかねさっきの話に戻りますけど、自分が使ってる脳の中の言葉で決まりますし、 ね、あなたは誰とも話したことがないんですよ。自分の,中自分の脳の中にいる自分と,とあの誰か他人だと思っている何かと自分の脳の中で話しているだけです誰が邪魔してるんですか一体そうなんですなりたい自分になることを邪魔してるのは自分以外いないんですね。え本、ー、当ですか私が邪魔してたんですかって。ねそうなんです。じゃあどうやって邪魔してると思いますか そ,うなんですよそれを前回お伝え、第1回目の、ね、やつで散々説明しましたね、なりたい方法になる方法を説明しました。ね、今日はね、やりませんよ。<laughs> まあその第1回の,、ね、あのやつ公開してるんで、えっと、見てください。で、で結局結論を言うと、あのみんなね、自分のことしか興味ないんです。それはそうですよね。誰ののの話を聞こうが、それは全部自分の脳の中で その人とおぼしきそのイメージと自分が話しているわけですからどう、何が起こっても自分に関することしか興味ないんですね。だから高校時代の科学とかね、あのなんかちょっと難しい数学とかねこれ一生何使うんだよ、微分積分いらねえよって思ってる、自分の人生に関係ねえよって思ってるから覚えないんです。もう一度言いますよ。もし その変なサクサクエにいるアニン人だかなんか知らない海学語弊式を覚えてくださいって言われて、えー、人生に関係ねえ意味ねえ時間の無駄だって思ってるから覚えられないんですけどこれ東京ドームの5万人の観衆の前で明日発表してください。 ピッチャーハンドからウィーンって、ね、っ出てきて、な変な機械で、ね、あの50メートルぐらい持ち上げられて、そこで、はい、それでは、澤、あのー、さんのこれからサクサリンのエニルハニ人の合成式を説明してください、うわー、待ってましたって、ね、5万人が一斉に言ったらどうですかねえ、もう絶対覚えますよね、もうすごい、もう踊りとかの振りまで覚えながらその書くかもしれませんね、はい、そうなんですあなたの人生に関係あることだったら、めちゃくちゃ吸収するんですよ。 なので、どんな人間も必ず共通する言葉はあなたの名前です。必ず反応する共通の言葉はあなたの名前です。あなたの名前を呼ばれたときはどんな雑踏の中だろうが、パーンと、ね、脳の,そのラスが反応して、そのカクテルパーティー効果とかって言いますよね。自分が興味のある声だけがその雑踏の中、でわーって喋ってる中で聞こえてくる。自分の名前だけはどんなにうるさいとこでもこう聞き取れてしまうみたいな。そうなんです 自分の脳に関係ある、自分の人生に関係あることだけがラスに引っかかって、そこに気づくことができるわけです。だから、そのための参考材料を手に入れていかなきゃいけないわけですね。そしてその言葉は思考。そしてそれを聞いてるのは誰ですかそ,れをその言葉を一番聞いてるのは自分なんです。別に口に出してなくても脳の中でぐるぐる毎日聞いてますからね、延々と。 めんどくせえなって言ってる人も毎日何が起こっても面倒くさくなるような回路を脳の中にそうですよね誰かが無理やりこうで電流ブワーってさしてその電流では「はい面倒くさいと思え」とかってやってないですよね。その自分の考え思考に責任を持つフェーズに行かない限り常に誰かに操られているのかもしれません。 誰かかとは何ですか例えばテレビを見ました。はい、コロナ怖いですね。ズン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 てなんか怖い音楽が流れながらねコロナのやつが出てくる。はい、あなたはもう影響されました。その参考材料を手に入れたんですね。だからコロナ怖いなっていうのを前よりもちょっとだけ強く思うようになったんです。まあ、それで得をするんだったらいいですよ。でもあの実際はいろんなことが怖いなって言って自分の行動を抑制したりチャレンジしたり本当はやりたいことをやるのにブレーキを踏んでいる自分の脳みそ。 ブレーキを踏む自分の脳みそに改造してていってるんですね。だから僕は試しにこの1年間1回もテレビを見ないっていうのをやってて何の影響もないっていうかむしろあのあの他の人がビビってるところでビビんなくなったんであのテレビ見ない紅葉っていうのすごいあるなってまあね大好きな女優が出てる、ね、ドラマとかは見たりするんですけどねあの自分の脳を喜ばせるために。ということで、えー、なりたい自分になる方法はあの成果。 この世での成果は何が支配してるんですかっていうと、それは行動。それもたった1回の行動だと何の意味もないですよね。あの歯磨きやりました、虫歯になりませんえ、虫歯になってるんです、いつ歯磨きしたんですか、10年前ですって、それはあなた、たった1回やったからって虫歯になりますよね。だから毎日やらないといけない、中間化されたこと以外は使い物にならない行動がこの世の中を支配してるんです。てだってもう 普通にこれをやればそうなるってもう分かってるんですよ、私たちの脳は。でも、ダイエットやだー本当は食べたいとかねあの、自分の脳が邪魔してるわけですよねで。常に自分なんです。で、なぜ私たちはなりたい自分ではなく、今の私たちになったのかっていう話を第一回目でしました。ね、今日はここしませんけれども、結論から言うと、あのー、自分の価値観が。 自分の価値観の中で最良の選択肢を今までしてきたんです。10年前。つまり今から10年前に何を思ってましたか ?10 年後こんな人になりたいな、お医者さんになりたいな、あのもう少しお金持ちになっていたいなとか、恵比寿のタワーマンションに住んでいたいなとか、そういうことを10年前に思ってたかもしれませんね。なんでそうなってないんですかいや、もうなってるんですよ。それ以上のものになっちゃったんですっていう人もいるかもしれませんね。でも、あのもうそ,そういう方はいいです。でも、もしなってないとしたら。 なななんでなんででかかったんですかそれは、じゃああなたはわざとならないような行動をしてきましたか今まで一度でもそんな選択を取ったことがありますか違いますね。すべて、その時点の自分が最良だと思う選択肢を選んできたはずです。えー、最良のものを選んできたようになってないんですかじゃあ10年前、例えば弁護士になるという夢を持ってたんだったら、弁護士に、うん、まあね、この,の中にいないかもしれませんけど、まあ、これ、例え話ね。 あの弁護士になりたいと思ってた人が今慣れてないんだとしたら、ならないようにしたんですか違いますね。その人が思ってる中で一番いいことをしたんですね。一番慣れるような方法を選んできたわけです。にもかかわらず慣れなかった。じゃあ、その人は10年前に弁護士になれる可能性がなかったから慣れなかったんですか違います。あったんです。じゃあ、運が悪かったんですね。運が悪かったんですって言ってもいいですけれども、その運とは一体何ですか運とはあなたの考え方です。 運とはあなたの考え方です。どういうところに行って何をいいと思ってどういうふうにするか、いい先生を手に入れた方がいいとか手に入れない方がいい、素敵なメンタルに出会うべき、自分はどうやって行動するのかとか、そういうのが全部運なんです。そして、考え方があるから目の前を通り過ぎていった何かを捕まえることができるわけですね。もしくは、多くの人は捕まえるまでもいきません。気づきもしないですから。気づきもしないに流れていくわけです。 それれにに気づけるる自分になるこれは何ですか考え方ですよね考え方とは何ですか脳脳のの中に電流が流がれる脳の配線です我々は一回も考えたことがないと言っても過言ではない。ただそこにいたからそのような声が聞こえてきて日本語を知っていたからそれを理解できて、えー、ああそうなんだって思うこと。 思う脳内状態だったからそう思ってそれを新たな知識にして生きていくわけですよねつまりそこにいたから決まるわけです今このズームセミナーの前にいないでテレビ画面の前にいたらコカ・コーラの CM が流れてきてコカ・コーラ飲みたいなって言ってるだけなんです今ここにいるからこの環境にいるから勝手に声が聞こえてきてああそうなのか何だかしんないけどこのヒゲの親父は熱っぽく語ってるなって。 僕はこれが本当の真実だと思って、これを1人でも多くの人に伝えたいから、こうやって熱っぽくっていうか熱、もうだからこれが僕の転職なんですよ。これがやりたいことなんです。これをやってるんです。で、そう,そうするとこう、あのまあ、いろんな原理、原則があるんですけど、この,あの熱量る能力かけの移動距離みたいなのがあるんですけど、あの要は学習効果の、えー、と習得度のねあの、何が影響するのかって、これ実は熱量なんです。だから私は ぜひこれを持ち帰っていただきたいのでこの熱量高く喋ってるわけですね。そして今自分が持っているこの参考材料が我々の行動にこの行動はいいこの行動は悪いこの行動は恥ずかしいこの行動はやるべきでないこの行動をやると周りの人から嫌われるとかね実際は嫌われないかもしれないようにそうやって思ってるわけですよ。どうですかこんなように熱っぽく喋ってる人は恥ずかしいとか。あの 嫌われるとか、まあ、ひげが、ね、嫌われるとかって思ってるかもしれないですけどもあの皆さん思うかもしれませんけど実際他の人がやってるの見たら大したことないでしょおそうだなとかってねあのテレビの前で講師やってるんだったらそのくらいやって当然だくらいに思ってるでしょじゃああなたもやりましょうね別に講師はやらなくてもいいですけどそれが今まで自分がやらなかったことをやる新しい参考材料を手に入れるってことなんですちなみに全ての人間の行動基準は全員同じですからね。 全員同じ行動基準を持ってるにもかかわらず、持ってる参考材料が違うから、それがいいこと、悪いことっていうのが違うわけですよ、ね。女の子に告白するのは嫌なことって思ってる人もいるし、いいこと、大好きなこと、毎日やりたいことって思ってる人もいるわけですよ。なんです。でも行動基準は同じなんですね。行動基準とは一体何か、それは人間は心地よいものに近づいていき、痛みから逃げるっていう、それだけなんです。不安、恐れ、えー、恐怖、後悔、全部痛みですね。 もうその極論すると、マイナスの方うの感情が痛みです、そしてプラスの方の感情が快、心地よい、快楽の快ですね。快に近寄っていく、もしくは快に感じるようなことが最終的に待っている行動を勝手に行ってしまうんです、勝手に行うんですよ、選んでるんじゃないんです、なぜならそこに電気が流れてるだけですからね。その配線を変えていく努力を我々はしてるだけなんです。 ででちなみに努力もしてませんただそこにいるかどうかで決まるんですつまり環境が大切なんですねその小学校にいたからそう思ってるんですその中学校にいたからそんなことを考えているんです別の中学校別の親からこう何かね私みたいな話を毎日聞いてたらその基準が何を書いて思うのか何を痛みだと感じるのかっていうのがちょっとずつ変わっていってそこの先にいろんな言語がつながってるその全ての意味っていうのは最終的に書いてた 痛みにつながってますからね、それによってその行動が勝手に出てくる人になるのか、自分のお尻をむちで叩かないとその行動が出てこない人になるのか決まっているだけなんですね。結論を言います、その考え方のことを一言で言うと価値観と言います。<laughs> この価値観が我々に最良だと思う行動を選ばせてきたんですね。もうさっき言いました 今日飲み会社を休んでその飲み会に行くとみんなから叱られるそれが嫌だ飲み会に行っても大したメリットはないって思っている自分の価値観がその飲み会に行かせないという行動を作ってさらにそれを他人のせいにするために自分のせいじゃないように見せかけるために行けないんですという言葉を使う価値観 私ははそこに今日は行けないんですすじゃあ質問しますよ自分の子供が今行かなければ死ぬっていう場面だったら会社休んでいきませんか結局重要じゃないって言ってるだけなんです。じゃあ何が決めてるんですかそうです。自分の頭の中の価値観はそれは大して重要じゃないって言ってるんですね。別に飲み会に行けって言ってるんじゃないですよ。ただの例ですからね。そういう決断、どっちがいいのかですね。ね 今日はすごい人にはでもちょっと戦略があるから戦略はしょぼいでも戦略守らなきゃいけないというそのあなたの価値観それがチャンスを失ってるかもしれないじゃあどういう価値観で生きればいいのかそれを述べてまいりましたそれをねもう一度言う前に凡人の掟という面白い話をちょっとあのしてみたいと思います凡人の掟っていう話があってですね掟ってねなんか厳しいですよね 要は凡人とは一体何ななのかってことなんですそうでですす凡人とはですね、誰かそれを達成している人がいました。で凡人が行きます。すみません、先生、そのやり方を教えてくださいって言うわけですねう。じゃあ、俺の大切な時間だけど、こういう教えてあげるよって教えてあげたとします。でもね、これが凡人か凡人かじゃないからね、凡人の起きて、凡人の起きてはね、聞いた後に、あ、はあ、そうなんですか。 あなただからできたんですね。私にはできそうもありません。もっといい方法を教えてください。なんだよ。今全部言っただろこれをただただやるんだよ。いやいや、もっといいコツがあるんじゃないですか。コツとは一体何ですかそうです。楽して簡単に誰でもできる秘密の魔法を私だけに教えてください。コツ教えてくださいって言われコツ、うん、分かった。じゃあ、コツは、マネーリタラシーをつけることです。 マネリテラシーは私にはちょっと難しいんで、他のやつを教えてくださいとか言うわけですね。いや、だからそれはコツコツと、この本を読んでください、この本を読んでください、この本を読んでください。いや、それ結構大変なんで、もっといいコツを教えてください。教えてるっちゅうねんって。でいや、やってみたけど、あんまり私には合わない気がしたんですよね。 会うんだったら最初からやっとるだろうみたいな。凡人は常に何かしらできない理由、そしてこう言います。いや、でもね、それだと効率悪いんじゃないんですかいや、それだとあ,のあなただからできたような気がするので、もう多くの人できないんじゃないんですかねっていうふうにこう上から目線でですねあの、ジャッジしてくるんですね。いや,いや やってから言ってくださいってね、そんな感じなんですけど、凡人はそれでもね、あの起きてですから、あの心を、ね、折れません。で、結局、聞いて聞いて、えー、やりません。やりもしないで、えー、言うんですね <laughs> あの。なんでやらないかっていうと、答えは簡単です。自分の中にある参考材料と違いすぎることを言ってるので、信じられないとか、それに価値が見いだせない脳内環境、もっと正確に言います。 自分の価値観を信じてるんですね。自分の価値観を信じてる限りどうですかあのその成功者の選択肢が選べますかそうなんですだからジェームス・シナーナとかいろんなところではねあの高学塾に行ったら必ず入ってるキーワードがありますそれは冒険です。 それは言葉に、その塾によってはビビり体験だとか、まあ普段やらないことをしろだとか、あのちょっとあの清水の舞台から飛び降りろとかですね、そういった言葉になってますけど、結局は同じことです。自分の価値観を超えろって言ってるんです。自分の価値観を信じてる限り、どうなりますかそうです10年前からずっと なりたい自分になりたいと言いながら自分の価値観を信じて頼んで今の自分になったんです。自分の価値観を信じて自分の価値観による最高の選択肢を選び続けた結果、今の自分になったんです。そして恐ろしいことが起きます。これから10年先、20年先もこれからも同じことが起こるんです。自分の価値観を信じている限り。これは難しいんですよ。言うは簡単ですけど自分の価値観を信じるなんてできないんですよ。なんでかっていうと、自分の脳の中、それしか入ってないから。脳の中に入ってないもの、を使えないですよね。 だから、普段やってみないことをやって,るやってみるんです。私はあの <laughs> まああの、ここにフリーハグっていう段ボールで手,手書きフリーハグって書いたやつをやって、あのそ,その辺の三田の,あの飲み屋街で、おーい、お,おってやってやったことあります。何の得があるんですかこれめちゃくちゃ得ですよ。自分の中にない体験を積んだわけです。そこで自分の中にない価値観を手に入れたんですね。そしてあ やっても別に大して悪くないんだって、なんか恥ずかしいと思ってたけど、やっぱ恥ずかしかったけど、そうでもないやとかね。新しい価値観手に入れましたよね。参考材料を手に入れたわけです。で、私はそれからどんどんできるんで、試しにひげを伸ばしてみたら、普通の人はこう言います。一般人、凡人はこう言います。そのひげは人と話すときにあのみっともないので、えーと、切った方がさあさあいいんじゃないですかと言います。正しいですね。 ただ、私がお付き合いしたい相手はあの従業員マインドたっぷりの方とか、もうそういうなんか正社員で真面目にやってますっていう人と一緒にいても、今の私には時間がもったいないんですね。もうこのひげだから話すみたいな、もっと危ない人間と話したいわけですよ、私は。<laughs> 実際、今そうなってます。もものののすごい、まあ、後続の人とかねあのもう あのそういう,もう政治家の人とかの家のパーティーとかに、これ、普通のパーティーじゃないその人の家とかに行くんですよ。で、なんで行けるのかこのひげがあるからなんですよね。もうだから、ひげがあるだけで、えー、とこの人、を務め人じゃないなっていうのは、もう相手に自動的に分かりますし、もう、なんていうか、人から何を言われても関係ない、行っちゃった人なんだなっていうのはまず伝わりますね。 だからこれ重要なんですよ私、海外に行ってても、必ず大体ね写真撮られる、すみません、写真一緒に撮ってくださいとか全然知らないように言われたりする、ね、それは人によっては、いきなりこんな,こんなでっかいので、パシャパシャでいきなり撮ってくる人もいますけどね、それはまあこういう価値観を持ってるからなんですね。で、私が望んだ通りになってるわけです。そういう人とお付き合いしたいとかね、もう1泊20万円のホテルなんかに泊まってたら、もう全員に私に声かけてきます。<laughs> ロビーで座ってるだけで。 そ向こうがねあの、いろんな著名人が、ああみたいな、でまあ、適当に英語でやってね、こう写真撮ってあげたりするんですけれども、で1泊10万円のホテルに泊まってたら、半分くらい声かけてきます。で、あのマクドナルドとか、まあ、普通のところに行ったら誰も声かけてきません。なぜならば、そういうマインドを持った人たちがいないからですね。だから、あのどういうふうな人間になりたいかっていうことは、どこにいるのかってことなんです。 はいじゃあね、凡人の掟を共有しましたけれども、あのー、ぜひ自分の価値観にない自分の価値観を信じるな、ね、怖いなでもやってみようかなその心を大切にしてくださいでどんどん新しい世界に行ってくださいその積み重ねで自分で自分の中身をアップデートする体験を経てください私は国家公務員 もう完全にガチガチチの価値観ですよ、ね、あの一番国家公務員で、ね、あのガチガチの固いもう官僚主義の,、ね、あの価値観だったところから、ね、あの東京不動産の社長の三代さんに教育されいろんなもう3日で300万のセミナーとかこう受けまくって自分の結局そのエッセンスはここです。自分の価値観を信じるな,なんですじゃあ何を信じたらいいのか。ね 1+1 は3だと私は思わないんですけど 1+1 は3だと思うんですっていう人はねあのちょっと危ないやつ信じてるかもしれませんからねじゃあその信じるべき価値観の基準これはこれも一つです。なりたい自分がそれをすでに達成しているその未来の自分これに名前をつけてその人の価値観で生きてください。 まあ例えばね私、茂みだったら、茂げしげみと、10年後の名前に茂しげ,しげみって、自分だと分かる、自分と違う名前をつけるんですね。そして、その茂しげ,しげみは10年後にこうなっているはずだ。その人だったら、それをすでに達成しているんだから、こういう価値観を持っているはずだ。だったら、その人の価値観だったら、今、ここに目の前にある選択肢、どっちを選ぶのか。冒険するのか、安全牌を選ぶのか。どっちなんだっていうのを基準に選んでいくわけですね。 はいじゃあ、ちょっと簡単にね、ワークをやってみたいと思います。皆さん、よろしいですかこれ楽しいですよ。これ羽、羽生結弦さんもやってるワークですからね。えー、っと、はい、紙とペンを取り出してください。今からね、ね前回もやった人もね、もう一回あそこからアップデートしてください。そので前回ここで終わりましたけれども、あの次のワーク準備してますからね、それをもう一回1分でやります。今から1分間で、そこの紙に書けないことは、今後10年間実現できないと思ってください。なりたい自分を書いてください。はい。 じゃあね、よーい、スタートって言って、たった1分ですよ。皆さん、準備いいですかはい、紙と鉛筆を準備してください。もう一回書いてください。よーい、スタート。はい、書き始めて。どんな自分10年後。はい、書き出しはこうです。2032年、えー、2月4日。私は何々している、何々している、何々している。この何々の部分だけを書いてってください。何々している。じゃあ、私がね、言いながら質問しますんでね、この1分間で書けないことは実現しませんよ。あなた、どこに住んでいますか何をしていますか誰と一緒にいますか どんな価値観を持っていますか。何を目指していますか。何を達成していますか。学校が作りたい人は学校を作ってますか。本を出版したい人はしょ本を出版してますか。車が欲しい人はどんな車に乗ってますか。ペットが欲しい人はどんなペットと一緒にいますか。えー、タワンマン所に住みたい人はどこにいますか。えー、三田ですか。東京は見渡せるところですか。中野ですか。恵比寿ですか。えー、新宿ですか。どこのタワマンに住んでますか。そうです。十年後十年後なんていくらでも変わります。 かのアン・ンアソニー・ロビン言ってます。人間は1年以内にできることを課題評価しているが、10年以内にできることを過小評価していると言っています。そうなんです。1年以内には結構、ね、あのできないような目標を盛り込むくせに、10年以内はあのやり続ければいけるところはもうはるか先なんですね。そのはるか先を過小評価している。過小評価しないでください。それがもったいないということなんです。もったいない。もったいないの説明先しましたね。はい、どんどん書いてください。はい。あと20秒です。 あと20秒のうちに書けないことは10年以内に達成できないと思ってください。それどころじゃない。今思えないことはもう一生達成できない。どんどん書いてしまえ。もったいない。はい、ありがとうございます。ね、ここで普通あの読み上げていくと思うんですけど、ここでね、ちょっと書ききれなかったよという方のために、泣きの30秒、用意スタートはい、書いて、書いて、書いて、もう思いつくことをもう一回言いますよ。何をやってますかどんな価値観ですかどこに住んでますか誰と一緒にいますか誰と仕事をしていますか 誰と仕事をしていますか、ね、え誰が自分の近くにいますか、側近は誰ですか、ねんまさよしが自分の側近になっているかもしれませんよ、ねえ、日本を代表する何になっていますか、あなた、本当は何がしたいんですか、お金の自由、えー、お金的な制限、時間的な制限がなかったら、本当は何をしたいんですか、それに向かってどんなことを始めていますか、もう書いちゃってください、えー、神,神社の神主になりたいんですか、えー、芸能人と一緒にご飯を食べている自分ですか。 ね家,の家でワイン会を開いて芸能人が来てますか社長が来てますか誰が来てますか自分の大好きな作家と一緒に飲んでますか誰と一緒にいたいんですかはい。じゃあ一回筆を置きましょう。ありがとうございます。皆さん結構書けましたかねはい。じゃあ簡単なワークを始めますよ。今その人に名前を付けてください。10年後の自分です。はい。茂みだったら茂茂みでもいいですしね。あの 新々一郎でもいいですよ。はい。何でもいいです。はい。じゃあ、名前つけましたね。そして目をつぶってください。はい。目をつぶって、私も目をつぶっています。はい。その人、もう達成しました。10年後、2023年2月4日、その人はいるんです。あなたの設定したその住まいにいる、いて、何を見てますか外を見てますか夕日を見てますかはい。そこのソファーに佇んでますか座ってますかワイングラスを片手にくるくる回して遊んでますか いいですね。はい、自分の想像した通りにやってください。ヨットの上ですか、はい、海が見えるとこですか山が見えるとこですかはい、そこでそれを達成した、はい、家でパーティーやりました、友達、え自分の部下え、誰かが来ています。はい、誰が来ていますかえ、ね、楽しそうですねあの。その人と、その人から尊重される自分、その人のことを愛して、その人に価値を与えられている自分、満足していますかそうですね、楽しいですね。そんな自分、どんな価値観で生きてるんですか そうですかそんな価値観ですかはいみんなに愛を与えるんですか、ね、恵まれない人たちに何かしてあげてるんですかこの世の中をもっと良くしたいと思ってるんですかその価値観その価値観でそういう人たちと大切な人たちと自分の家族ですかご両親ですか子供ですかそういった人たちと幸せな時間を過ごしている。そして手鏡を取り出してください。はい鏡鏡つぶったま,ま鏡で 鏡を自分の顔の前に出してその鏡を見てください。その鏡に映った自分の顔。はい、どんな顔してますか、うん、幸せですね。笑顔ですかえ眉間に皺が寄っていますかはい、どんな顔してますかはい、その人に聞いてあ,げて,言ってあげてください。その鏡を見て。お前はよく頑張った大したもんだたった10年でよくここまでやったよし、お前はこれからももっともっと新しい価値観で。 自分をどん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 もったいないことなく自分を自由に素敵な言葉を使って自分の脳の中をアップデートさせてもっと社会に貢献し価値を共有していくんだそう言ってあげてくださいああすらしいですお前何でもできるあなたは何でもできる私は何でもできるそうだはいじゃあ1回目を開けてくださいありがとうございます どうでしたかどんな気分でしたかねはい、はい、まあね、笑顔がありますけれども、そういう自分、これはいるんです。いるけれども、10年後にそうなってるかどうかは何で決まるんですかそうです、自分の脳の中の考え方、運、うん、考え方が運ですからね。その考え方、どうやって作るんですかそうです、そういう環境に身を置いて、そういう考え方を入れていって、そういうことに気づける知識を、参考材料を頭の中に入れてください。 そして、未来の価値観で生きる。しげしげみの価値観で生きる。そうしてください。はい。でも、そうならない場合、どうなりますかね。はい。じゃあ、次のワークをやってみましょう。これ、痛みのワークです。そのなりたい自分、10年後の自分を想像してください。はい。どんな姿ですかどこにいますか想像してください。はい、想像できましたね。ありがとうございます。何がしたいんですか学校が建てたいんですか本を出したいんですか 社長になりたいんですかはい。はい、目をつぶってください。そしてその自分。本当はそうなれたにもかかわらず、今までの自分の価値観の延長線上の自分になる行動ばかり取り続けた結果、何回も何回もチャンスがあったにもかかわらず、それを選ばなかった自分。眠いから寝た。 ムカつくからやらなかったいろんな理由はあると思いますそれは誰の価値観ですかそうです今の自分の価値観なんです今の自分の価値観で選択した結果最終的に何になりますかそうです今の自分の延長線上の自分になっていくんです別の言い方をしましょうただただ時が流れ時間は最も残酷です 最も残酷な時間は何が起ころうと決して止まることなくずっと進んでいくんですそして何もすることのないままただただ時間が流れ5年が経ちました今の延長線上の自分なりたかった自分からは5年も経ったのに程遠い1年間の間にできることを過大評価し10年以内にできることを過小評価した結果何もできていない自分そして年を取り 気がつけば10年経ちました。あれこんな自分が2023年にいたのにな。ただただ時間を無駄に過ごして、そんな自分、10年経ちました。顔のシワも増えています。そして何よりも覇気がありません。ああ、こんな自分じゃなかったのにとため息ばかりつく毎日。それだけじゃないんです。そこに行ったということは、 次の10年間、つまり20年後も同じように今の自分の価値観の延長線上でなりたくないただ年だけを取ってしまった自分そんな無気力な自分その自分を見てあげてくださいはい、手鏡を取り出してくださいどんな顔ですかやりたいことができなかった自分 できなかったんじゃないそれを選び続けてきた自分それを選び続けて実際にそうなってしまった20年後の自分顔のシワはどうですか顔を見てあげてくださいその人の手鏡手鏡を出してこの手鏡に映った自分の顔を見てくださいああなんか年老いたな吐きがないなどんな気分が湧き上がってくるんでしょうかそしてその人に聞いてあげてください お前はこれでよかったのかその人は何て答えるんでしょうか目の前の鏡に映った20年後の自分。もっとやっておけば。あの時こう選んでおけば。そんな後悔な言葉ばかり言ってるんでしょうか、はあ、そしてその人はその10年後に病院で自分の思い描いたことが何もできないうちに力尽きて。 病弱になり、そして、失意のまま息を引き取ることになるんです。そして最後、その息を引き取るときに、その人、何て言いますかね。ああ、人生だったな。そうです。どんな後悔の言葉が出てくるんでしょうか。聞いてあげてください。何て言ってますか、その人。病院のベッドで。 そして必ず来るんです最後の瞬間が息を吸い込んで二度と吐かなくなる日がその時にその自分を見てどう思いますかはい目を開けてくださいありがとうございますはいありがとうございます今はね痛みのワークっていうのをやりました痛みこんな自分死んでいく自分失意のままに消えていく自分 相当痛かったです私はあの <laughs> あんま覚えてないですけどご飯を食べましたねいるかもしれませんねはい昨日何,何食べましたあああれですか牛丼ですか、ね、牛丼食べたかもしれませんねはい、まあ、何,何食べたか何でもいいんで自分で思い出してくださいはいなん何食べても別にいいんです 今何やったのかっていうと何食べたのか思い出してるときって悲しくなくなかったですかさっき自分でなんか30年後の死にそうな自分を見てるときにちょっと悲しかったり失意な感じがありましたよね失意な感じありましたかねありましたよね悲しかったですよねこんなんでいいかなと思いましたね。でも今晩ご飯の話してるときってそれ思ってました思ってないですよね そうなんですこれが脳の力なんです。さっきその前になんか10年後に達成してなんかワイングラス回してるのを見てたとき、すげえ楽しかったじゃないですか。で、その後なんか30年後くらいになんか失意のまま死んでいく自分を見てすごい悲しかったじゃないですか。で、最後、あの何食べてるんですかつってって牛丼食べてますみたいなのをやってたときに、まあ、どうでした悲しくもなんともなかったですよね。これが答えなんです。脳は 実際に起きててるるここととと頭のの中で想像していることの区別がつかないんですねなぜならば電流が流れているだけだからそこにそう感じる回路に電流が流れているだけなんですなのでそれを実際に起こったこととして見ようが自分の頭の中でやろうがそこに電気が流れているだけなので脳の中の価値としては同じなんですねしかもそれが一瞬のうちに自分の感情を切り替えることができるさっきめちゃくちゃ楽しかったのからめちゃくちゃ落ち込みましたよね 何でで落ち込んだんんだすか何も起こってませんよ。頭の中で、ただ私がなんか鏡を見てくださいとかって言ってただけですよ、そうなんです、想像しただけなんです、頭の中でそれを思ったらその通りになるっていう、ただそれだけなんですね、そんなに悲しんでたのに、昨日の晩は何食べたっけって言った瞬間に、そんなことは忘れてるんです。つまり人間はフォーカスしたものにしか反応できないんですね。そしてて自分ののの感情ななんんいうう適当なものは一瞬のうちに変わるんです。 にもかかわらずずっと悲しんでる人がいますよねあれ何やってるんですかそうです自分で好き好んでその感情を味わうために何回も何回も悲しくなるそこに自分で自分の意思で自分の脳にそこに電気を流してるだけなんです無駄ですね無駄ですもったいない今日この事実を知った皆様は自分の脳をコントロールして まず最初にに自自分分のの行動振る舞いいいを自分の管理下に置いてくださいつまりこうしたいと思ったらできる自分これが第一段階ですそれができると、えー、依存の状態から自立の状態に遷移することができますで自立の状態までいったら次に自分の感情を管理下に置いてくださいこれ今すげえ大切なことを言っててこの説明だけでもうすごい講座ができますからねただ今日はもうあの結論だけ言います 今、すげえ深いこと言ってるんですけど、まあ、ちょっともう覚えておいてください、とりあえず。自立の段階に行った人は、自分の感情をコントロールできるようにしてください。感情を管理下に置くようにしてください。悲しい時に悲しくなれる、嬉しい時に嬉しくなる。だって今、私、ただ言っただけで皆さん、なりましたよね。嬉しくなったり、悲しくなったり。自分の感情を管理下に置く。自分の感情が管理下に置けないから、あのやりたくないのに怒って爆発して違う行動が出てきたりするわけですね。 で多くの人は自分の行動すら管理官に置けていないのでやりたくてもできないとかって言ってるわけですよね。で、自立の段階から次の段階に行くためには自分の思考、頭の中の回路に責任を持ってください。つまり、自分が何を考えるのかということに、えー、を管理官に置いてください。何を考えて何を、えー、いいことだと思うのか。 まあ一つ例を挙げます,なんかすごいなんかあの気持ち悪い人が寄ってきました。うわ、気持ち悪いなと思ったとします。あのそれはもう人によってね何も気持ち悪いと思うかは違いますよ。で気持ち悪いわーって言ってきた人に、お前気持ち悪いからあっち行けようと思ったとします。思ったからそれを言いますか普通あんま言わないですよね。ちょっとそんなこと言ったら社会的にどうなのかなとかいろんな気持ちがあるわけですね。 そうすると、矛盾が生じるわけです。自分は気持ち悪いのに気持ち悪いと言わない方がいいという矛盾ですね。これが思考に責任を持てていないっていう状況です。自分の思考に責任を持てる人は、気持ち悪いと言わないということを自分の中で良しとするならば、そもそも気持ち悪いと思わないという思考になるわけです、ね。これ言ってること難しいでしょうね。まあちょっとね、これかなりあの、 難しい、もうちょっとその学びが進んだ、さ,さらに先の話をしているのであの、まずここはそこ、そういう結論なんだなっていうところだけあの覚えておいてください。自分の思考に責任を持つ段階、そこに行くと、あの自立から依存へ、あ、違う違う、依存から自立へで、自立から相互依存へっていう話に行きます。依存の人は主語がががああなたたいいつがこうやったからお前が悪い あの人が教えてくれなかったから、これが依存の人ですね。主語がだいたいあなたになっています。u です。で、自立の人は主語がだいたい愛になっています。僕が迷惑をかけたから、あの人が困っているとかね、私が教える、十分教えなかったから、このような問題が起きた。だいたい愛になっています、主語が。でも、そこを乗り越えた思考に責任を持っている人たちは、えー、主語が We になります。つまり自分、相手と自分という垣根がなくなるわけですね。 でもっと先に行くと、その相互依存の段階から、あの霊的依存という、まあ、ワンネスの世界、まあ、つまり神も物もあなたも私も全部同じものだっていうところにたどり着きます。で、歴史上ここにたどり着いたのは、あのキリストとかアルラとかあのマサ・テレサくらいだ,だけだと言われていて、ブッダもそこにたどり着いてないと言われています。まあ、だからそっちは見なくていいです。まあ、一応その知識として。はい。ということでね、今日は痛みのワークをやりましたが。 はい、それを別の言葉で言うと、会のビジュアライゼーションって言います。ビジュアライゼーションは視覚ですね。視覚っていうのは見える、目で見るってことです。つまり、さっき私が目をつぶってくださいって言った間に、皆さんはその情景を見てたわけですね。自分が素晴らしい、なりたい自分になっている姿の状況を見ていたわけです。見ていたものはものすごく感じるんですね。でこれをやることによって、自分の脳内の参考材料がどんどん変わっていきます。 参考材料が変わっていかない限り今の価値観から変わりませんねはいなのでこれを潜在意識と、えー、潜在意識の境界が曖昧になっている朝起きた時や寝る前にぜひさっきの回のビジュアライゼーションをやってみてくださいまあもうちょっとねほんとあの少しあの羽生結弦さんがやってるみたいにですねあのちょっともうちょっとやっていくんですけれどもまあ今日はこのくらいではいそれでは皆さん今日も、えー、私の、えー、その2をですね聞いていただいてありがとうございました あの前回のね、えーあのまあ、本当、ね、あのマネーリテラシーの林とかあの、この72の法則ってみんな知ってますかね、これ、あの毎年100万円ずつあの利回り10%で投資していくと、えー、33億円になるんですね、これ、あの普通にエクセルで計算しただけなんで、えー、そんなん33億円みたいな <laughs>、まあ、ただね、60年くらいかかるんですけどね。 まあでもそれはあの本当になりますみたいな、そういうマネリテラシーのね、あの話とかもやりたかったんですけど、まあ、前回の、あのーっえっと、あ、アンケートで、あのー、あんまりね、なかったんで、この辺を今日は多めに喋ってみました。ということで、次回、えー、これ、あのー、この3部作のうちの最後になります。はい、えっと、そうですね、その3、2月13日の日曜日、今度は日曜日になりますの十一時から、あれじゃない、21時から。 で面白いと思ったら誰を連れてきても OK なので今度はねまたあの次回だけ聞いても分かるような話をしていきたいと思いますということで、えー、ご参加の方はどうもありがとうございました最後にねアンケートにご協力くださいこれを、えー、携帯で読み込んでこの QR コードを読み込んでいただくかあの Facebook の方にですねあのとかあのお庭推しチャンネルの方にえー、っに QR コードというかそのありますんでそこからアンケートにお答えしていただけると あの私の次のフィードバックになってですね次のセミナーの内容を考えていきたいと思います。そしてですねその中にあるオニマムシさわしぎみオープンチャットにもですあの入っていただくとそこにあの有益な情報やですねあの有料コンテンツなどを上げておりますのでそれを見ていただくと本当に自分の参考材料が変わっていくんです。それ以外ないいんです今自分がどこにるるか何をやっているか 何を聞いているか、これが参考材料を変える唯一の方法なんですね。なぜなら経験できるか。ということで、えー、こちら、えーっと、Facebook とかねあの、上げとくんで、えーっと、アンケートにお答えください。そして、にまぶし、オープンチャットにも加入してください。はい、本日のセミナーは以上です。それじゃ最後に一人だけね、えー、感想を聞いてみたいと思いますが、どなたか感想。はい、じゃあ、勇気を出してあの質問してくださったみさんに大きなよ三3、2、1。 うありがとうございます次回またよろしくお願いしますさようなら